トレイスマイナス3は恒星、GSC03089 から00929の周囲を公転する太陽系外惑星である。公転周期はちょうど31時間で潮積力により軌道の減衰が起こっている。質量は木星の2倍程度である。トレイスマイナス3にはウバーアッサという名称がある。この名称は 国際天文学連合の100周年を記念として、太陽系外惑星に名前をつける企画において、リヒテンシュタインで選ばれた名称である。この名称は、リヒテンシュタイン南部で、小さく、かろうじて見える程度のありを指す方言にちなむ。トレイスマイナス3の構成、GSC03089 から00929の、 自然速度の変化この惑星は大西洋両岸系外惑星サーベイによって3番目に発見されたのトランジット惑星である。夏の夜空に明るく輝くベガの約10度正方にあるヘルクレス座の方角で発見された。この惑星のトランジットはパロマー天問題とローエル天問題にある2台の10センチメートル望遠鏡を使って検出された。また、 ハットネットによるトランジットの観測も独立して行われた。WM 欠点問題では、ハイヤー分光器を使用して7回にわたる高精度な視線速度の測定が行われ、質量が木星の約2倍もの惑星の存在を確認した。恒星は太陽より若干小さく温度が低い。光転周期は4、3日より小さく、 知られている中で最も短いものの一つである。ウィキメディアコモンズにはトレイスマイナス3に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。